ご覧の皆様こんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション4のデイベア1998の実況プレイ、初見で高難易度でプレイしておりますので、本日もどうぞよろしくお願いします。前回ここの4体のゾンビの処理やり直すって言ってやり直しちゃったけど20回近くかかったわ。満足のいく結果が出るまでようやく謎解きできる。ではやっていきましょう。どうすればいいんだこれ。全部青くすればいいのかな。違うね。全部赤くすればいいのかな。この手の謎解きね、バイオハザードにもあったよね。苦手だわ。なんかもうすでに目がグラグラしてるんだけど。じゃあこれ成功するまでカットしますね。お、できたできた。めっちゃ適当にやってたけど。何の音？止まっちゃった。なんかこれすぐに止まるよね。プチフリーズみたいなのする。オートセーブが入って一安心だな。ほぼあれ。なんかぐちゅぐちゅ言ってたな。ぐっちょぐちょにしてやんぜ。わ、危ねえ。なになになに今の。今のカメラワーク。困るよ、そういうのは。ぐっちょぐちょなやつが出てくるのかな。あ、ぐっちょぐちょなやつが出てきた。やばい。こいつは嫌い、俺。飛び道具投げてくる瞬間に。あ、いた！食らうか。スルーできるかな。とりあえずスルーできるかどうかを最初に試す。スルーできるようであればスルーしていきたいが、アイテムないね。アイテムあるかどうかだけしっかり確認して、で走っていく。ああ、ゾンビたくさんいるな。調べられるところもたくさんあるし、あー、そうだなー。ここはあのぐっちょぐちょのやつ倒して、探索させてもらうわ。もしかしたら距離取れば策的解除されるかもしれないから、追いかけてこないかどうかだけ確認しようか。あぶね。よし、一気に行きましょう。で、ここ降りるとゾンビいるでしょ。すげえ至近距離に出てくるから。あ、気づかなかった。追いかけてくるかどうかが重要。ちょっとここで待ってみよっか。追いかけて来ないね。スルーかどうか。ん、一瞬来たような気がした。ではこれで落ち着いて探索できる。一体いるでしょ。こいつは例によってどつきでいこう。さあ、開けられるドアがないか一個一個調べていって、起きるか。ああ、何、よいしょ。これで弾薬節約ね。まだ何か雑誌がある。世界観を表現している雑誌かな。起きてくるかな。まだレンタル屋か。まだ起きてくるね。警官ゾンビ耐久力高いな。倒したかな。銃撃一発ドツキで倒れたら倒せてるっていうイメージなんだけど。まだ生きてる。体力高いね。今ドツキで打撃音出なかったから、これでさすがに倒せてないし。どういうことこの人、すげえ体力。スーパーゾンビか、ハゲ頭のくせに。
どうだ。こいつがいると探索ログインできない。うせやろ。どうだ。それともひょっとしてこのドツキで目覚めてんのかな、この人。床に血のりが広がった。これでさすがに死亡だろ。起きてこない。よし、いける。結構弾使わされたもん、こいつに。残り5発か。処理できたあと1体だな。本当に起きてこないよね。ぐちょぐちょしてるやつも来ないよね。大丈夫だよね。ぐっちょぐちょにされるわ、本当に。奥へ進むのが正しい道だと思うけど、このそれたところにも入ってみたい。会社だね、これは、何かしらの。警備会社か何かかな。警備員ゾンビみたいなのか。あ、特殊部隊ゾンビみたいなのがいる。T レイって何？アドレナリン。このアイテムなんだ？ファイルが。ビジネスファックス。当鎮痛剤はどうのこうの。デイメア症候群。怪しいな、これ。薬品会社かな？もしかして。マガジンにホローポイント弾装填しておくか。確か持ってたよね。とっさの戦闘に備えて。この先ちょっと怪しいよな。あ、バイオハザードのマーク書いてある、これ。製薬会社か何かか。警備会社かと思ったけど。開くんだ。パスコードロックみたいなのが横にあったけど。うーわー、これ、地下でもないのにさ、なんでこんなのが堂々と。保健所とかの査察が入ったらどうするんだろう。弾薬発見。なんかバイオハザードシリーズっぽい音楽になってきたな。タイプライダーがありそうな。あ、これは、ハイブだ。こんなところに。いいですね。どうしようかな。なんでか、預けとく？トレードできそうなものはトレードしたいところだが、フォローポイント弾って通常弾30発で手に入るんだ。つうことは約2倍の威力があると仮定していい？オーバーライドケーブルこの人出てきてないよね。マガジンか。そういえば俺マガジン、1個持ってたけどどっかで置いてきちゃったかな。救助が間に合わなかった場合のために会社へこの報告を残しておく。何かあったとかの記憶と、フロストと俺を見つけた隊員への報告だ。警告か。会社の命令を受け、研究データの回収とモルボットを含めた関連する証拠の隠滅のため、ハドソン通りのこの薬局を訪れた。店に入るや否や被験体の一つがカプセルを抜け出していることに気づいたと。ふむふむ。あ、要は、何かしらが、もうここから出ちゃってるってことだ。ID タグをアイテムに交換ね、はい。ゲットしておいて、あ、閉じちゃった。これちょっと閉じる操作とカーソル移動する操作がまだちょっと気持ちないよね。これ何か交換できるんじゃね？これと交換できるんじゃね？けど、今はしなくていいわ。セーブしましょう。あ、サミュエル君と、彼か。名前誰だっけ？レイブン君。一応別々のところにセーブしとくか。ようやく2回目のセーブポイントってそれにしても辛すぎるよね、このゲーム。セーブが辛い、とにかく。では進んでいきましょう。ここは安全、安心の空間だということが分かった。セーブポイントにはさすがに敵入ってこねえだろう。いや、入ってくるのでは？これ、さっきの警官ゾンビ倒しなかったら。怪しい感じがする。何はともあれ、生きた証を残しておいて。よかった。少し安心感を持って、先へ進めるよね。まだ敵いるかな。セーブもしたし、また、思い切ってやり直すこともできるね。ダメージを食らったら。ゲームシステムに少しは甘えさせてくださいよ。ここまでオートセーブとかも全くなくて、
オートセーブとかも全くなくて、ゲームに暴えられる要素が一つもなかったからね。進行ルートこっちかな。あん！女の子にはゲロかけられたいけど、そうも言ってらんない。怪しいプレイを、お望みか。SM プレイで、昇天してしまったか。起きてくるか。女ゾンビって体力低いのかな、これ。起きてくるー。うめき声だけは一丁前な。男も真っ青だな。すいません、顔面崩壊させてやる。うん、にゃっ。ほい。倒したかな。まだ探索してないからね、倒しておきたい。あ、血のり広がってないね。まだ生きてるわ。やっぱりこれも血のり広がらないと敵倒したことにならないでしょう。おそらく。起きてくる。よいしょ。これで進行させてもらうわ、本当に。戦闘が辛いんだよね。あ、生きてるよね、これまた。撃っちゃったけど。体力高いな。フォローポイント弾で頭蓋を破壊してやろう。死ね。うっそ。まだ生きてんのかな。死の踊りを踊ってる敵と。めっちゃすげえ体力なんだけど。あ、血尿出した。倒したか、これで。血尿を出し始めたな。ものすごいストレスを生前に受けていたのかもしれない、この人。シャツの背中にスタッフって書いてあるし、ブラック企業だったのかな。こっちへ行ってみたいよね。何の音？自分の足音か。進行ルートどうなってる？こっち側にも行くことができるけど、反対側も結構伸びた先に扉がある。ここは何だろう。あ、いるいるいる。これなんだ、行けないのか。一体だけなら銃当てた隙にスルーしちゃうのもありかもしれない。噴水の謎を解く。あ、妖怪人間。あーっと、気持ちいい気持ちいい。白衣のお姉さん気持ちいいです。もっともっと。とりあえず一回引く。いや、あー早い。筋肉おじさんか。ちょっと待ってね、これちょっと待ってね。ちょ、くんな。股間に打ち込んでやる。おっしゃ。お前もか。妖怪人間もいる。あ、拾わない。避けて。よっしゃ。こっち側から覗こう。何があるか命を落として探索を進める。できないな。これは弾薬と、あ、扉開けらんない。うん、こっち先に覗いとくべきだったな。やり直そう。チェックポイントってハイブからになるのかな。はい、それではやっていきましょうか。謎解きをしないといけないということは、敵をすべて葬らないといけないよね。結構きつそうだ、弾薬的に。まずはこの先に行ってアイテムを回収してから、向こう側の噴水へ行きましょうか。この角からゾンビちゃんが出てくるでしょ。ナオンのゾンビが。ものすごい動きしてる。あ、ダメだった。ちょっと細かいミスもやり直していかないとダメだよね。よし、じゃあとりあえずスタッフ T シャツの女の子を倒すところからの再開だね。
まずはこっち側を覗いてアイテムをゲットしてから謎解きに入りましょうか。ここはショットガンを惜しみなく使って敵をすべて撃ち殺しておいた方がいいよね。これは収集要素っぽいアイテムと、こちら側には、ああいるか、ショットガン弾薬。ストップ、今のうちに距離取ろう。あんまり弾薬使えない。向こうの奴らに全勢力を投入しないと生き残りはないかも。速攻薬ミックスベーター。これどうやって使うんだろう。このままバスボタン使えば使用できるのか。うん、これでいきましょう。生きてるよねあいつ多分。あ、生きてるわ。見つかってるかな？見つかってる。ちょっとこちら側の方に引きつけてから転倒させましょう。そうすれば、もうスルーできるかも。よし。この辺で倒しとけば、向こうの方には来ないでしょ。こっちはもう探索しなくていいと思うから。じゃあ、噴水の謎解き入りましょうか。フォローポイント4発。で、まず手前にゾンビが1体。こいつを倒してから、こいつはしっかり倒しておきたいよね。こいつを倒してから奥へ行く。体術も使いながらね、一発一発、大切に行きましょう。普通のゾンビは、通常なんで行こうかな。シュールすぎるだろこの立ち回り、せこすぎるぞ実況者ホステル。これをビカラズデータサビ、クソエイムのなせる技か。クソエイムのせいでここまで窮地に追い込まれていることは言うまでもない。このゲームさ、頭に当てても当てなくてもあんまりダメージ変わってないような気がするんだよね。この段差の下からだったら当たるかな、寝てるやつにも。倒したか、血だまり広がってる。一体一体おびき寄せて倒すことができれば一番いいんだけど、またホローポイント弾に変えとこう。あれ？プラスマークついてないけど。これは弾薬何装填してる？あれ？ホローポイント弾残ってなかったっけ？なんで普通の弾になってるんだろう。ショットガンの弾は16発もあるから、いけるよね、多分。ちょっとだけ顔出して、全部の敵に発見されないようにしつつ、一体一体おびき寄せて倒していきましょう。わ、キンニ君か。なんで？こいつもショットガンで。うわぁ、今のはちょっと理不尽だ。あ、来てる来てる来てる。普通のゾンビだ。倒して。ダウン奪いつつ行きましょう。回復アイテムは、ちょっと待て。大事に戦う。食らっちゃったからね。さすがにこの段階でやり直すのはきつい。ヘッドショットを無理に狙おうとすると食らっちゃうからね。どうしようかな。ハンドガンの弾も運用しながら倒していった方がいいものか。どうだ、起き上がった瞬間ならヘッショ入るかもしれねえな。ただ
戦闘しないタイミングがあるんだよね、起き上がり中に。病院パートでやってて思ったんだけど。まだ起きてくるだろう。え、起きてこない。倒したか。病院にいたやつはもっとたくさん使ったような記憶があるけど、倒したなら倒したでよしとしよう。あとはぐっちょぐちょのやつ、ぐちょぐちょマン、ぐちょぐちょマンとゾンビはもういない。あとはぐちょぐちょマンだ。遮蔽物に隠れながら対処しましょう。昼間ない、昼間ね。いってぃ。あ、どうしよう、これ使っちゃおう。死ねんぜ。あぶねえ。ぐるぐる回りながら立ち回りましょうか。謎解きするにもこいつ倒さないといけないから、立ち回ってこう。避けろ。あぶねえ。顔面狙えねえ。こっち側いけるいけるいける。ぐるぐる回ってこう。うわっ、そうこうしてるうち弾ほとんど使い切っちゃってるな。弱点に当てていかないと難しいものがあるのかもしれない、このゲーム。よし、近接攻撃はあまりしてこないよね、こいつ。顔面にヒットしてないな。危ねえ。アイテム結構落ちてる。遠くからハンドガンで銃撃するか。ん？なんか弾かれエフェクト出てんだ。弾薬足りなくなるんだけど、これやばい。危ねえ、弾なくなっちゃった。マジで弾ないんだけど、どうしよう。ぐるぐる回りながら、まだ何か落ちてるよね、ここ。回収しよう。クラップ。くそがー。なんかいろいろ落ちてるから、回収しながら。あん ?61 発、戦える。ショットガンの弾薬だ。強化弾。これ使おう。よいしょ。ほうぶってやる。気持ちよくなら死ね。よっしゃー、強化弾の炭になったか。 M なんとかさん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。何の話だこれは。調べられる。謎解きだ。北部隊に関するプレート、スペンサー・クラックホーン大佐。さあ、どうすればいいんだこれ。時間が結構いいところなんで、一回終了して、次回謎解きしていこうか。ここにも何かあるね。調べるとき調べて。キーンサイトの一部を抜き出した古い地図。もともとこの辺りはフォート・バーミリオンと呼ばれていた。メモを読む。はい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 。これ謎解きのヒントっぽいな。周りのアイテム調べてから、ここにも何かある。レア側のプレート。いくつか開けられるところがあるっていうことだね。わかった。ここにもアイテムあって、それでしたら、一度この辺りで終了して、次回ね、吟味しながら探索していこうかな。
4箇所開けられるところがあるからね。で、おそらく噴水の前にあるやつが一つ一つ開くヒントになってるんだよね、ここの部分。というところで今回は終了にしましょう。ご視聴ありがとうございました。